まあ、それにしてもね、まあ昨日から、昨日からっていうかね、まあ昨日、えー、から今日にかけて、まあ、大きなね、まああのー、問題っていうか、野党の、野党にとっての大きな問題っていうのが、その国会、えー、対策委員長でしたっけれど、まあ、国体のね、この会合の問題で、まあ、立憲民主党と日本維新の会と国民民主党の野党3党と、あと有志の会ですかね。 その野党四党派っていうんですかね。なんかね、その四、四、四団体だけで、あの、会合してですね、共産党を外したっていうのが、共産外しですよね。まあ、それに対して共産党がすごく、 えー、猛反発してたっていうのが、まあ、あのー、野党間では大きな問題に、えー、なってたんですけども、まあ、それが先ほどですね、あのー、立憲民主党が一転して謝罪撤回というふうに、えー、報道されているようにですね、立憲民主党は謝罪したと、共産党に対して謝罪して、えー、その、共産外しに対しては撤回すると。ね、今後は各党と個別に会談すると強調したということで、 まあ、これもね、まあ、あのー、やっぱり立憲民主党の内部で、なんかいろんなことが起こってんのかなっていうのが、まあ推測できるかなっていうね、まあ、ぶれた、まあ、はっきり、ブレたって言っていいと思うんですよね、まあ、謝罪、撤回し謝罪したということですから、まあ、本当なんかね、あのー、 いや、僕も本当共産党もね、まあ、いばらの道っていうか、まあ、大変やなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、これ、共産外しっていうのが、まあ、各、え社で報道されてましたけども、これ、令和新選組も外されてたみたいですね。まあ、ほんまなんかね、まあ、そういう意味でも僕は共産党の支持する人たちだけじゃなくて、令和の支持者だって、これはやっぱ怒らなあかん。 え問題なのかなっていうふうに、あのー、思いましたね。うん。まあ、ただね、まあ僕はその、何んですか、もう立憲民主党っていうのが、まあその去年の野党共闘っていうかね、あのー、共産党とも一緒になって、あの選挙やりましょうっていうのから、やっぱり泉健太代表になって、まあ大きく、 変わったと。で、連合の会長もね、共産党と一緒にするのはダメだとかって、口出ししてくるから、いや、僕は共産党もやっぱりいろんなことを考えなあかんやろなっていうふうにまあ思ってたし、まあこれ、この問題についてもそういうふうに、 あのー、まあ、言ってたんですけども、でも、ここに来て、共産党が猛反発したことによって、立憲民主党が撤回して、まあ、謝罪までしたっていうことはですね、まあ、これは大きな成果だと言っていいんちゃうかなと、共産党のね。うん、まあ、国田さんがね、まあ、あのー、 え国、ー、田さんが国対委員長、国体の、あの方だと、国対委員長ですよね。えー、ということで、国田さんに立憲民主が謝罪したと。立憲のまぶさんが、えー、謝罪したということなんですけども、まあ、これ国田さんもよう、あの、頑張りはったなっていうかね、あの、上から目線みたいでも、あれ、じゃない、なんかそういう気持ちはないんですけども、いや、よう頑張りはったなと思いますよ。 あのこれ僕は立憲民主党ってはもう折れないというかね、もう共産党とはもう一線を画して、あのー、国民と維新で一緒にやっていこうかみたいなね、この今の泉さんとか、この馬淵さんとかもそうですけど、まあ、こういうメンツっていうのを考えると、ですねなんかそっちの方向行くんちゃうかなっていうね、なんかそれが僕はまあ危うい感じもしてたんですけども。 まあでもここでね、なんとか、えー、立憲民主党もね、考え直したということは、僕はまあ、これは評価、えー、というかですね、まあ、ただ今後もこういうことが、まあ、参院選に向けてね、ねこれ、これを受けてまた連合の会長がまたなんか言ったりとか、維新がなんか言ったりとかっていうのはありますから、まあ本当こう、 これで、あひと段落っていう感じではないと思いますね、これ,これがまた大きなこう、大きなというかね、小さな動きを呼び寄せるというか、うんいや、そういう意味では、立憲民主党も大変やし、共産党も大変やし、れいわ新選組にとってもね、僕は大変やと思いますよと。うん、いやそういうい意味でもやっぱりねあの なんていうんですかね、やっぱその、まあ支持者の方が、まあ一生懸命ね、やっぱこの。 動きはどうなんだっていうことを、まあ、見ていくことが僕は必要なんちゃうかなっていうふうに思いましたね。これ、これの背景っていうのはやっぱその、やっぱ参院選がね、あの半、もう7月ぐらいですか、ま、あと5ヶ月ぐらいですかね、であるということで、だからそこに対してね、あの、これも、あの、前も言ったんですけども、えー、前回6年前の参院選だったらですね、2月 19日にはですね、野党間の協議、一本化の協議ってのは終わってたんだっていうふうに、まあ、共産党の小池晃さんが言ってたみたいなんですけれども、まあ、それがまあ全然終わってないと、で共産党もですね、まあ、どあの独自の候補を、えー、立てていくと、1人区でもね、なんかそういう動きをやっているということで、まあ、こ,れこれに対してのこう立憲民主党がですね、こう それでもやるんだっていうふうに、えそれでもいいんだという,うに強気になれずに、ちょっと折れてきたっていうのは、あの、立憲民主党はまあ弱気になったというふうにも見えますし、まあ、共産党にとってはですね、まあ、一定の成果があったんじゃないのかなというふうに、あの、思いますね。なそういう意味で面白いなというふうに、あの、僕なんか思いましたけども、 いやだから立憲民主党、どうしたいのかっていうのがよくわからないっていうところが、僕は泉さんが代表になってね、共産党との関係をどないしたいんやっていうことを、れいわ新選組ともそうですけども、やっぱそこをね、やっぱはっきりさせないとダメだなと思いますし、まあ、これ、まあごたごたがあったんだろうなと内部で、ね、内部でもね。う まだから立憲民主党なんかは、ですね参院選が終わったら、まあ、分裂するんちゃうかみたいなことも言われてるわけですよね、まあ、連,合に連合の顔色うかがう人たちと、まあ、共産党とも一緒に、えー、共闘してもいい人たちっていうね、共産党の票も欲しいという人もいるわけですから、立憲民主党の人たちの中にはね。 まあ泉健太さんだって共産党の票でなんとか勝たなちゃうんかいなって僕は思うんですけども、まあ、それを捨ててまでね、あのなんていうんですか、そういう共産党とのこの連携というのを捨ててまで、えー、大丈夫なんかっていうのが、僕はまあ参院選に向けても、ねまあ、問われるかなと、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、今度は参院選も、 まあ今,の状況今の野党の状況だとですね、まあ、そんな明るくないわけですよね。一本化できたとしてもね。あの、な,なてうんですか、あんまり前回よりも減らすんちゃうかみたいなことも言われてるわけでね。うんだから、立憲民主党も大変やし、共産党も大変やしと思うんですけども。 ままああだからまあ僕は僕なんかも次の次っていうかね、ね例えば参院選でまあ立憲民主党が分裂した後のことも考えて共産党だったりれいわ新選組がねどう動いていくかっていうことも僕は大切なんちゃうかなっていう,ふうに思うんですけどもまあ立憲民主党が分裂するかどうかというのは分かりませんけどもただ、まあこういうね、あのー、なんていうんですか。もう 転して、えー、共産外しを撤回共産令和外しを撤回して謝罪するっていうのを見るとまあ内部でもですねまあいろいろあるっていうのが伺えるかなっていうことをいくとまあだからこういうまあ、立憲民主党もねまあ本当こうあのなんていうんですかもうこんなことばっかりやってたら本当にこう有権者からね 僕はあんまりいいように思われないと思いますよと、き、まあ、昨日の、ね、NHK の世論調査では、ですね、まあえー、少し増えたんですよ、2ポイントぐらい増えて、えー、7%ぐらいでしたっけんね、うんだそれだって、それだってもう来月になってどうなるか分からんようなもんですかね、今の立憲民主党だとね。だからどうしたいのかと、どっち側なんやっていうね。 あの連合側なのか、連合べったりで行くのか、ですねそれともやっぱりその,あの有権者というかね、あの一般市民を味方にしたいのか、どっちなのかっていうのを僕はやっぱりはっきりさせていかなあかんのちゃうかなと思います、ね、立憲民主党にしてもね。うんまあ、そういう意味でも今回、まあ、今ね、町田市長選挙もやってますけども、東京の。 まあここだってね、まあ、どういう結果になるか分かりませんけども、まあ、東京連合東京はね、あの自公が応援している現職を、ね、なんか応援するというふうにツイッターで書いてましたけども、まあ、ここでもちょっと立憲とはちょっと違うわけですよね。まあ、それでも,もう僕は立憲民主党ではまあどうするんやっていうことをピしっとね、やっぱりやらなあかんなと思いますね。まあ、共産党は僕は今回は大きな、 成果だったんちゃうかなと、まあ、ただ、こういうことがずまだまだ続くやろうなっていうね、えー、気もしますけどもね、まあ、そこにそういう対策みたいなのを考えてもいかなあかんのちゃうかなと思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。